ゆうとび、本日の謝罪がこちらにございます。水仙畑ということで、早速撮ってみましょう。はい、ということで本日は淡路島の南の方にある灘黒岩水仙郷っていうところのこの水仙を見に来てみたんですけども、まずはここから横構図で撮っていきます。で、この水仙なんですけど、こんだけ広がってるんですけど、下の方に行くとこうやって緑色の草の部分が結構多いんですよ。なのでこの草が入らない程度の下の方まで移します。で、あのど真ん中にいい感じの木が生えてて、この木がね結構目を引くんで、写真のちょうどど真ん中にぶち込もうと思います。で、さっきまでね結構晴れてたんですけど、急に曇ってきたんで、まあこの雲は雲でね、いい感じのモコモコした雲なんで、これをぶち込んで撮っていこうと思います。で、設定していきます。とりあえず安定の A モードからの写真が白飛び黒つぶれしないように露出補正をまずプラス1にしました。で、手前の水線と奥の木と上の空全体的にピントが合ってほしいんで、 F 値をまあ14まで上げます。で、その分ね、シャッタースピードが稼げなくなっちゃうんで、 ISO をね200まで上げてます。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、一番持ってるレンズの広角 24mm で撮りました。で、ちょうどど真ん中に木を入れて、で、下の方に水線入れて、上空なんですけど、ちょうどね写真を二分割構図で撮りたかったんですけど、これより下の方の水線映しちゃうと緑色の草の部分が入っちゃうので、まあこれはねちょっと仕方がないと、まあ逆にその分空の広がりみたいなものが入ってよかったかなと思います。で、ちょうどね青空の部分だけがこう流れてきて、それをちょうどど真ん中にもぶち込めたので良かったなと思います。で、あと最後に写真の左下の方に3つだけ水仙、綺麗な花が入ってると思うんですけど、これもねあえて入れました。写真の4隅が大事って何回も言ってると思うんですけど、あえてここに綺麗な水仙を入れてみました。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はさっき写真のど真ん中に入れたこの木、この木を主題にして撮っていこうと思います。で、この木を主題にしてこう周りの他のいらない要素を入れたくないので、横構図にしてしまうとね、この辺の草とかがどうしても入っちゃうんで、次は縦構図で望遠で撮っていこうと思います。で、僕 70mm が一番望遠なんで 70mm で撮ります。で、さっきよりちょっと左にずれると、ここにね近くに綺麗に咲いた水仙があるので、この辺の水仙を手前に前ボケさせて撮っていこうと思います。で、設定していきます。また露出補正はプラス1にして、白飛びと黒つぶれがしないようにして撮っていきます。で、手前の水線をぼかすって言ったんで、 F 値をまずねもう一番小さい 2.8 まで下げちゃいます。で、その分ねシャッタースピードも稼げるんで、 ISO も下げれるんで、一番低い100まで下げます。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、またちょうどいい感じでね青空がうまいこと流れてきてくれました。で、 70mm 望遠で撮ったんで、手前のボケと奥の木を圧縮効果を使って、こう入れたいものだけを写真の中にこうぶち込むみたいなことができました。ということで次、はい、ということで次なんですけど、またねちょっと同じ場所ばっかで申し訳ないんですけど、またここから撮っていきます。で、さっきは望遠でねこう圧縮効果使って入れたいもんだけぶち込んだんですけど、ここ逆にさっき横で広角で撮ったんですけど、縦で広角で撮ってもいいかなと思って、今ちょうどね雲と青空が両方見える感じで、ライン的にはこういう斜めになってるんですよ。で、その斜めが綺麗なんで、それを写真の上の方に入れます。で、写真の左下と右下の角にこの辺のねさっきぼかした水線が綺麗なんで、この水線を入れます。で、左下の角はこの2つの水線入れて、右下の角にはこの辺にね綺麗な水線があるので、これを右下の角にちょうど入るようにして、一番広角 24mm で縦構図で撮っていこうと思います。で、設定がまた露出補正はプラス1で、白飛び黒つぶれしないようにします。で、さっき横構図で広角で撮った時は、手前の水線も全体的にピントが合うようにして F 値大きめにしたんですけど、今回の縦構図での広角写真は F 値小さめにして、その手前の左下右下の角の方に入れる水線をあえてぼかして撮っていこうと思います。ということで、 F 値 2.8、 ISO 100でもシャッタースピード大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、1枚目に撮った横じゃなくて縦での広角で撮ってみました。で、写真の右下左下の方にさっき言った花をちょうどいい感じで入れて、で、ちょうどまたど真ん中に同じような写真ばっかり申し訳ないんですけど、木をぶち込んで、で、その上の方にいい感じの雲が
広がってるんで、その広がりをね見せるみたいな写真にしてみました。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はこの水線と階段と奥の一本の木を入れて撮っていこうと思います。でここねまた横構図にしちゃうと、この横の方の山というか木が映そうとしてるとこ、これも入れたくないし、手前のこの看板も入れたくないので、縦構図で撮っていこうと思います。で右下の角からこの階段を出していって、逆に左下の角の方にはこの辺の水線がねまだ結構綺麗に咲いてるんで、これで右下左下の角を埋めます。で奥に木を入れて、で上の空もねいい感じで青空と雲とちょっとだけ焼けてきたんで、その辺を全部入れて縦構図で撮っていこうと思います。で設定もさっきと一緒なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、ちょうど写真の右下の角から階段を出していって、で奥の木なんですけど、ちょうど写真を縦に2分割した時のちょうどど真ん中の高さに木が入るようにして入れました。ところでもう撮るもんないので終わります。はい、ということで本日は淡路島の南の方にある灘黒岩水仙峡っていうところの水仙畑を見に来てみたんですけども、ね、はい、本日のご来園ありがとうございます。ご来園中のお客様にお知らせいたします。間もなく閉園のお時間となります。間もなく閉園です。5時には駐車場ゲートが閉まります。誠に恐れ入りますが、駐車場にお戻り くださいますようご案内いたします。ということでね、あと10分しかないということで、急いでエンディングを撮ろうと思います。ということで、今日は天気に恵まれた1日となりました。曇り空がねずっと続いてたんですけど、青空がちょこっと、写真1、2、3枚目に撮ったね木が奥に1本生えてたと思うんですけど、こういう水仙とかこう花がいっぱいあるとこっていうのは、その花だけじゃなくて何かしら他にアクセントになるものを探して、それをうまいことね手前の水仙を副題にしたり、奥の木を主題にしたり、逆に木を副題にして手前の水仙を主題にしたりとか、いろいろねそういう副題主題っていうのを写真の中に2つ入れることができるので、皆さんこういうお花畑に行くときは花以外の何かアクセントになるものを頑張って探してみてください。ということで、もう喋ることもないので、しかも帰るって言われてるんで帰ります。さよなら、バイバーイ。